ジレット安全カミソリの特許の図。このタイプの両刃型安全カミソリは、発明から100年以上経過した21世紀初頭でも、基本構造を大きく変えないまま、世界各国で用いられている安全カミソリとは、刃の先端部分以外を皮膚に触れないようにし、軽便に扱えるように工夫された髭剃り用のカミソリである。刃物であるため、実際には、絶対に安全というわけでなく、 在来の自家人のカミソリに比較して安全であるために安全カミソリと呼ばれる。近代以降において普及した製品のほとんどは柄から脱着できる使い捨ての刃を用い刃を研ぐことを不要としている。スタンド付きカミソリとブラシのシェービングセット安全カミソリの発明以前男性が髭を剃る際には長い自家人のカミソリを使っていた。このようなカミソリは 使用に慣れを要する危険な道具であり、必然的に髭剃りは専門技能になり、理髪店で沿ってもらうのが一般的となった。自家人のカミソリは21世紀初頭でも販売されているが、使用やトギーには熟練と注意を要するため、もっぱらプロの利用士の扱うものとなり、一般にはあまり使われなくなっている。最初の安全カミソリは18世紀末に、フランス人、 ジャンジャック・ペレが発明した。ペレはカンナを見て思いついたという。彼は刃物の専門家であり、ポブナターミオアザート・オブ・ラーニング・ツー・シェーブ・ワンセルフという本も出版している。1820年代以末、それに似たカミソリがイギリスのシェフィールドで作られている。また1870年代頃から、クワ型のハンドルに片刃のカミソリを装着した形のものが、 イギリスやドイツで出回るようになっていった。ヨーロッパではコンフォートのカミソリなどが売られていたが、この時代の安全カミソリは本当に安全とは言えないものだった。1880年アメリカでコンプ・ファブラザーズが安全カミソリの特許を取得した。そこには小さな葉は適当なフレームで保持され、葉の先端が皮膚に食い込むことを防止するカードがついているとある。この新たなカミソリは、 刃の先端に沿ってガードがあるのが特徴で、刃は片方だけを使い、研ぐために頻繁に取り外せるようになっていた。両刃型の安全カミソリホルダー両刃の替え刃。このタイプの替え刃は世界中で互換性のある製品が生産されている1901年、アメリカの発明家キング、キャンプジレットは、ウィリアム・ニッカーソンの協力を得て、使い捨ての薄い刃を使った安全カミソリを発明した。 専用のホルダーに刃をねじ止めする構造を採用し、切れ味が鈍った刃は使い捨てて、新しい刃に取り替えることで、極小の刃を研ぐ面倒な手間を省いた。長方形に加工された小さく薄い鋼金の長辺2辺に刃が付けられており、両刃と呼ばれる。ホルダーに装着された刃は大部分をカバーされて、刃先だけがわずかに露出しており、使用中の深い喪傷を防ぐようになっていた。このため、 大多数の人々が初めて自分で安全に髭を剃れるようになった。当時の競合他社も似たような安全カミソリを発売していたが、いずれも刃は使い捨てではなくトイレ、使い続ける方式で、昔ながらの革刀を使うか専用の機械に刃を通して研ぐ必要があった。それらに比べて、ジレット式の使い捨て順では使い勝手が格段に改善された。 また、歯をトイレの再利用を考慮する必要がなく、研ぎ台の厚み確保が不要なため、カミソリに必要な高品質の葉物工は、最小限の使用で済み、製造資材コストの面でも有利となった。ジレットの着想が卓抜していた点は、安全カミソリ自体の完成度の高さにとどまらず、その構造を生かしたビジネスモデル構築に成功したことにあった。ホルダー部分を安く売って普及させれば、 消耗品として継続した買え場の市場が生まれ、そこで長期的な利益を上げられると思いついたのである。ロスリーダーとは異なり保管的な商品に依存しない。このビジネスモデルは、カミソリと買え場のビジネスモデルと呼ばれ現代では、インクカートリッジ商法など多数に応用されている。このアイデアを実現すべく、ジレットは1901年12月3日に特許を申請し、 1904年11月15日に、アメリカ合衆国特許775,134が発行した。1902年、ジレットはこの紙ソリの生産を開始したが、ホルダー本体51個、買えば168枚しか売れなかった。しかし、ホルダー本体を飲料などのおまけ景品として、無料配布したところ、1904年には9万個の、 カミソリと12万3000枚の会話を売り上げ、ビジネスは次第に軌道に乗り始めた。第一次世界大戦中、ジレットは軍と契約し、ヨーロッパに出生する兵や将校の標準装備として、ジレットの安全カミソリと会話を供給した。戦争が終わるまでに軍に350万本のカミソリ本体と3200万枚の会話を供給し、おかげでアメリカ中の男性が、 ジレットの安全カミソリを使うようになった。ジレットは1960年代まで炭素鉱の葉を製造していた。これは錆びやすく、頻繁に葉を変える必要があった。1965年、イギリスのウィルキンソンソードはステンレス構成の葉を発売した。これは錆びにくく、葉が生倉になるまで繰り返し使用可能である。ウィルキンソンはイギリスを含めたヨーロッパ市場で急速にシェアを伸ばしたため、 ジレットはそれに対抗するためステンレス鋼への転換を余儀なくされた。今日では安全カミソリの刃はほとんどがステンレス構成である。今でも炭素構成の刃も使われており、以前に比べればかなり進歩している。最近の炭素構成のカミソリは使うたびにアルコールです,すげば錆びない。実はジレットは以前からステンレス鋼のカミソリの特許を持っていたが、 使っていなかった。このため顧客に錆びやすいカミソリを売り付けているとして告発されたことがある。安全カミソリと一口に言っても様々なカミソリがある。その中でもそれほど一般的ではないものとして片刃の安全カミソリがある。この場合、カミソリの刃の部分が両刃ではなく片刃になっている。片刃の安全カミソリではアメリカンセーフティレザーが エバーレディのブランドで販売していたものが有名で、その刃の部分はラジオ、ブラデスと呼ばれていた。同社はザ・オネストブラシュの製品名でシェービングブラシも製造していた。また、ジェム、セーフティーレザーはジェムダマスキーンレザーの製品名で片刃の安全カミソリを販売していた。反り味が良いことから欧米では片刃の安全カミソリの愛好者がおり、買えばもドラッグストアなどで 比較的容易に入手できる。1970年代初め頃まで安全カミソリのカイバー1枚の使い捨て式の刃が主流だった。刃は両馬か片刃で安全カミソリ本体の設計に応じて使い分けた。ホルダーともども基本構造はごく単純なものであった。このような安全カミソリのホルダーはドイツのメルクーア、パキスタンのトリート、中国のウェイシ、インドのパーカー、 日本のフェザー安全カミソリといった企業が今も生産している。替エバはアメリカ、イスラエル、ロシア、日本、エジプト、イギリスなど世界各国で生産されている。両場の替エバは炭素鋼、ステンレス鋼を問わず、ジュレットの原型に起源を持つ、ほぼ同一の寸法で生産されており、大型のホルダーに装着できる互換性を有する二枚人。 カートリッジ方式一枚陣の安全カミソリは、自家陣に比較すると扱いが楽になったものの、替え刃の装着時に、ネジの締め具合で微妙に刃の角度を調節する必要があり、不注意によってネジの締め具合が甘いと刃が立ちすぎ、容易にカミソリ負けを起こした。対策に、ジレットは、刃の角度の調節機構のついたホルダーを開発したが、根本的な解決にはならなかった。また両場は、 交換時に注意しないと指を傷つける危険があった。そこであらかじめ刃をプラスチック製の外枠に一定角度で固定したカートリッジにしてヘッド部分ごと交換する方式が考案された。このカートリッジ方式が今も主流として使われている。1965年、ジレットは高性能帯によるカートリッジを採用したテクマテックという安全カミソリを発売した。 ジレットやシックがなぜカートリッジ式に移行したのかについてはこれまでもよく議論されてきた。一つの説はカートリッジ方式にすることによってその企業の買い場へのコントロールが強化されるからというものである。ジレットの最初の特許は古いものであったため、両馬かミソリ普及後の市場独占権は中途で失われ、カートリッジ以前の両馬では世界中でサードパーティー製の買い場が販売されていた。 それが熾烈な価格競争を生じ、結果として企業の利益を圧迫していた。古典的な両場の買え場を製造する企業は今も世界中に20社以上存在する。しかしジレットがトラック2を発売した時、そのカートリッジを発売できたのは数社に過ぎない。買え場への独占が維持できれば、メーカーはその価格を自由に上げることができる。アメリカで 最新式多数人カートリッジ式会場の価格は高ければ3ドルか4ドル程度日本では500円以上する場合もあるが両場の会場は安いものでは10セント日本で30円か40円からである両場用編集を大きく分けて3から4つの部品に分けられる材質はプラスチック亜鉛、王道、アルミ、ステンレス、チタンがある2つは2ピース3つは3ピースと呼ばれる とという2ピースに観音開きの機能がついた蓋もある。2ピースと2ピースはコムとハンドルが一体になっている。3ピース3ピースはヘッド、コム、ハンドルの3つの部品で構成される。ヘッドカミソリの刃を収めて、蓋で閉じる部品コムカミソリの刃を肌に当てるところ、ハンドル持ち手のこと買えば1枚字を収める1971年頃、ジレットはフランシスド・リオンがデザインした。 トラック2を発売した。これはアメリカで最初に発売された複数人の安全カミソリである。そのカートリッジには歯が2枚装備され、刃先への圧力を分散して肌への食い込みを軽減している。ジレットはトラック2を特許で防衛し、同社のカートリッジを確実に何度も購入してもらえるようにした。これはかつてのカミソリと会話の販売哲学の自然な発展である。 同社は次にエイトラを発売。これは首振り式でヘッド部分が動くようになっていて皮膚の形状に密着しやすいとされていた。その後、いわゆるスムーザーを導入したトラック2プラスやエイトラプラスが登場。さらに2枚ある歯をそれぞれ独立サスペンションで調節するセンサーを投入した。同社はこれらの新製品を従来のものより高い価格で販売し利益を増やしていった。 競合するシックなどもこの動きに素早く追随して二枚人式の安全カミソリを発売し、市場の主流は二枚人に移った。当時、各ブランドのカートリッジには互換性がなく、各社は顧客の囲い込みを狙っていた。現在市場の中心はより多数の派のあるモデルに移り、ジレットは二枚人のホルダーを廃盤にしているが、同社のシステムはある程度の互換性があり、 ウィルキンソンなど数社から適合するカートリッジが供給されている。このためにマイジンカートリッジは1個あたり数十円程度と多数人に比べ非常に安価で、今なお使用者が多い。また業務用に根強い需要があり、買え場が数十個単位や100個以上のパッケージで販売されている。もう一つのイノベーションは1974年、ビッグが発売した使い捨て式の安全カミソリである。 ホルダー部を低廉なプラスチックで成形して、ヘッド部分に歯を固定、歯の実を交換するのではなく、安全カミソリ全体を使い捨てできるものにした。ジレットはこれに対抗して、グッドニュースという使い捨て式安全カミソリを北米で1976年に発売した。この時点でビックは北米市場に参入できていなかった。ジレットはさらにスムーサーを追加した、グッドニュースプラスを発売。 日本では、ブルーツーという製品名で1986年に発売した。このタイプのお使い捨て紙ソリは、傾向しやすさを生かした旅行、外出向けなどのほか、ホテル客室の宿泊者用備品、サウナ、共同浴場などの入浴者向けの使い捨て用など、業務用アメニティ供給に適しており、市場に一定のシェアを獲得している。ヘッド部からハンドルに至る全体を、 プラスチックで一体成形したものがコスト面で有利なため最も主流であるがネックにヒンジを備えてヘッドを可動式にした分割式も見受けられる。また一体式でも貝印の一部製品のようにグリップ部までを金属の薄板で成形した製品が存在する。1998年ジレットは初の三枚人カートリジ式安全カミソリマッハ3を発売。 あとにセンサーを3枚陣にしたセンサー3を発売した。この頃からシックとの開発競争が激化する。両者の開発競争は1970年代からパロディ化されており、1975年のサタゲーナイトライブでもそのようなネタのエピソードがあった。2004年ザ・オニオンに掲載された風刺記事ファックエブリシングビアードゥイングファイブブラデスでは5枚人の登場を 予言していた。これは実際に5枚人カートリッジが登場する2年前のことである。シックはマッハさんにクアットロで対抗した。世界初の4枚人カートリッジである。これらのイノベーションを市場に投入する際は、より簡単により、良いソリアジを達成できると懸念している。ジレットのフュージョンパワー。2008年、イギリスのキング・オブ・シェイブスは4枚人のアツワを発売した。 アゾアは、競合製品よりも構造が単純だが、首振り式ではなく自在ヒンジを採用している。またジレットは2010年に5枚陣のフュージョンを発売し、これは5段重ねの本陣の他に、キワソリ用の刃が付いている。さらに韓国メーカーのドルコが2012年に6枚陣、さらには7枚陣を売り出し、枚数の多さが競争になった感がある。また、 最近は電池を装備して歯を振動させる電動カミソリが開発され、ジレットからは M3 パワーが発売されている。この振動は毛を剃る前に立たせて剃りやすくするのだという。この主張は裁判で確証がなく不正確だとされた。シックも同様の電動機能を持つシッククアットロパワーを発売している女性用安全カミソリ安全カミソリは 男性用と女性用が別々に製品化されている。単に色が違うだけの使い捨て式のものもあれば、設計原則が全く異なるものもある。男性がもっぱら顔の髭剃りをカミりの仕様ととするのに対し、女性は顔面に限らず、手足や脇などのムダ毛を除く、美容上の目的でカミりを用いるため、これを加味した女性用安全カミソリは様々なタイプが製造されている。 女性用の安全カミソリは、柄が長く握りやすさを考慮したものが多く、剃る場所によって、柄の形状を特化させたものもある。両刃の安全カミソリに使われる貝刃は、安価ながら切れ味が良く肌毛が販売されているため、髭剃り以外にも利用されている。髭剃り用としては、ステンレス鋼の方が優れており、炭素鋼にメリットはないが、炭素鋼は、ステンレス鋼より安価であるため、 検体をスライスするなどの生物実験用、継ぎ木などの演芸用、楽器補修や模型などの精密工作用としての需要があり、フェザー安全紙ソリでは、髭剃り用としては、ステンレス鋼を推奨しつつも、コーティングしていない炭素鋼の刃を販売している。ありがとうございます。